お疲れ様です。お疲れ様です。今日はですね、はい、また恒例男の店さん。これの店長さんがこれ全部ね、はい、ちょっと解説つけてくれるってことなんで、これ一着ずつきちっと紹介していこうと思いますんで、はい、ぜひね、着心地とかさ、はい、ポッキーの位置だとかさ、そうですね。まあじゃあ実際にちょっとじゃあ一着目から来てもらおうか。一着目から行きます。これじゃあ一着目。一着目ですね。どうですか。どうですか。めちゃくちゃいいですね。すごいかっこいいですね。さすがに。どうだ。動きやすいの。なんかピチピチに見えるっすけど、うん、ストレッチ効いてるもんでめちゃくちゃ動きやすいんですよ。これがだって一番最初にその、なんだお前、ミッチミッチが作った色違いなんですけど、なんかズボンの細さが、はい、細さが全然違うっすね。違うんですね、はい、3色あって、はい、3色ございます。はい、もう1個茶色でしたっけ。あれオーディですね。その2本だけは細くて、はい、細身です。いつも着とるあの方は、はい、デニムのやつはちょっと洗うんでなんか馴染むんですかね。うん、そうですね、19番色のなんですけど、そういうことか、はい、最初に細くなるから、はい、それ計算入ってちょっとやっぱりデニムなんで履いてると伸びる感じが、でもそれが逆にいいって言われますね、はい、履きやすい。なるほど。僕でもちなみに昔持ってたんですよこれ。うん、持ってます。前回着て、はい、そうですよね。してました。まあ、なんでこれは気に入ってんの。あの動きやすいのと、うん、このポケットと、うん、このポケットがいいです。このポケット僕結構利用するんですよ。なるほどな。携帯入れたりとかガラケーとか、うん、iPhone でかいやつ入らんのですけど、ちっちゃいやつ入るんですよ。こっちのちっちゃいやつは、はい、でも大きめなんで。そうですもんね。はい、そういうことか。でこっち財布入れたりとか、はい、あ、これちょうど入るです。これこのサイズだったらこうやって。めっちゃいい。いや、あの動くときだけです。皆さんでも入れてますよ。入れてますよ。皆さん入れてます。で僕なんか名刺も入れるんで。名刺入れたりとかする。じゃあちょっと2着目いってみましょうか。はい、2着目ですか。はい、ちょっとじゃあ試着お願いします。はい、はい、2着目です。メーカーなんだっけ。これも先ほどと同じですね。同じ5480円の男の店限定ね。はい、どうですか。どうですか。めちゃくちゃこれいいですね。さっきのやつよりちょっとでも一回り大きく感じるような気がします。同じサイズなんで、 M なんで。あ、同じサイズ。たださっきのやつちょっと硬かったんですよ、うんうん、でまあストレッチ効いとって別に動きやすかったんですけど、うん、これを着ちゃうとまた違和感ないですね。違和感ないです。みんなストレッチ着てる。何ストレッチとか何か言ってましたね。異次元ストレッチですね。異次元ストレッチ、うん、今までのストレッチは横伸びだったんです。聞いてなくて、はい、いえいえそれが縦にも伸びるようになって、横にしか伸びんかったやつが、はい、布がそうです。あ、それが縦にも伸びるのですごく動きやすいと思いますが、身長も高くなるってこと。これ夏にあの着てほしいんですけど、はい、っていうのもあの普通の面だとこう上にずっと上げて、あの作業されたりする、いいんですけど、作業されたりするじゃないですか、はい、そういうストレスがなくなってもこのまま上下、そうかそうか、伸びるから赤いやつやってこうやって座るもんね。ここが破れちゃったズボンちょうだいって買いに来られてたお客さんとかいらっしゃったんですけど、ね、そうですそうです。多分このストレッチだともう普通に何のストレスもなく、あ、だから異次元なんだだと思います縦にも横にも縦にも横にも、はい、社長一緒にやってください。縦にも横にも もう今色売れてますか。それが本当に申し訳ないんですけど、あの3色あるんです、はいはい、この色と、はい、あ、もう一色、うん、これが、はい、そうですね、これが11番色、もう一回り、はい、あの濃いやつと濃いめのと、はい、薄めの3色があるんですけど、はいはいはい、これは若干まだありますけど、今メーカーが欠品してて、まあ、このコロナの影響 で、お目処も立ってないですか。いや、4月5月です。あ、入るんですね。なのでご注文いただいて、あ、その後にお渡しということも可能ですけども。注文取るぐらいなんだ。そうですね。だってうちのトシ君もリュウジ君も来てますもんね、みんな。これ結構さ、塗装とかとこう手上げたりするでしょ。上上げたりしちゃって全然恥ずかしい先生僕たちは何今こんな恥ずかしそうにしようしないかいや、僕ここ手挙げとったんですけど何も突っ込んでくれるもんねめっちゃ恥ずかしそうにやるやんあ、そういうことね。さっきのやつと日記額取りが違うんですか。さ、若干高めになってますかね。若干高めにはなってます、まあ、ちょっとじゃあこっち下に表示しておきますね。ありがとうございます、うん、ちょっと値段の差があると思う、はい、まあやっぱ高いよね、はい、めちゃくちゃいいっすね、はい、これポッキーの位置は同じ。いや、ちょっと違うっすね。なんかさっきここに携帯入れてるんですか。携帯入れるでしょ。大きいサイズなんですけど2つついてますよ、ここでファスナーも。ーこのボタンが嫌だったんだよな。あ、ファスナーついてます。取れちゃうもんね、あ、うん、ファスナーないと落ちちゃうって言われる方が、ね、うん、高いところ登られた時に、うん、そうですよね。キムタクみたいになられるもんね、ファスナーついてたら。あ、ちょっと待って、あ、え、携帯入るんでしょ。ガラケーしか入るんでしょ。いや、でもこっちのちっちゃい方に入るんです。ただ金具変わるもんで、ね、画面割れるかもしれない。
うまく着るかしけ落ちるだろこれは。よくあの肩パンとかされるときにこうやってやるですよ。肩パンとかされるときにガードができる。もう長なるので次行くのか。はい。これいいですね。じゃあ3着目お願いします。はい、3着目。はい。トライチです。ライダースジャケット。ライダースジャケット。短いんだ。そうですね。ライダースになってます。値段は4000680円。円永代で。ズボンが3680円かな。3680円。ちょっと安いですね。そうですね。ちょっと安いし。そうですね。はい、でもあっちの方がストレッチは効いてますね、やっぱり。ああ、そうですね、はい。これはもう。ただでもこの気に入ったところがあるです。うん、加藤広志モデルですね。カーゴズボンの方着てもらってるんですけど、本当にもう中学校のボンタンみたいな感じだ、うん、はい、2種類あるんだね、これね。メーカーにはあると思います。太いってことでしょ。ちょっと若干この辺が、ね、うん、あのスリム、はい、スリムのあのタックが入ってるみたいなね。渡り38ですね。渡り38です。タックは入ってないと思うんですけど。タック入ってないですか。渡り38の2タックス。これですね。あ、今入ってもらってるのがこっちだ、はい、でこの下にこれが、こっちだ、分かりやすいんだよ、これ。本当ボンタンだ、ボンタンだね、本当。加藤博士タイプですね。観覧意識して、こちらに関してはズボンが2種類どちらか選んで、でもお店に置いてあるのはカーゴズボン。これちなみに2色あるんですか。これはまた別な、違うですね。これは1色ですか。これ1色です。このシリーズは、はい、1色です。いいの、ボンタンのやつ欲しいな。いいじゃん、いいじゃん。だからもうあれだね、大人になれんガキが着るってことだね。そこをトライチが狙ってたってことだね。まあまあ確かに、確かに、さすがさすがタイガーワン、さすがトライチ。携帯のあの収納は、携帯の収納もここもあるんですよ。またあります。大きいです。収納も昔から良かった。はい。収納があって。あとこのポケットも大きくないですか。大きいっす。あ、もう財布とかもバーンと入りますもんね。安全帯つけた時に引っかからないですね。さすが。後ろ後ろ後ろ。お前安全帯使ってねえか。かっこいい。そうだね。後ろ見せんかったね。かっこいい。なるほど。いいよ。はい。もういいですか。もういいですか。こういうことやらんでいいっす。こうやってやらんでいいっす。の時だけやめろって、さっきの散々嫌がっとったやねえか。最後は4着目だね、はい、4着目ですね、うん、じゃあ着替えてください。はい、お願いします。はい、お願いします。トライチのこれが 3D ストレッチです。これ 3D ストレッチ、 3D ストレッチですね、はい、さっきのは異次元、異次元ストレッチですね、はい、金額はどうなんですか。こちら若干5780円ですね。ちょっと高いのか、はい、ちょっと高いですね。さっきのトライチのもう一個のやつよりも、アイズフロンティア、アイズフロンティア2着の、これ、まあ、はい、トライチ2着なんですけど、後ろ見せてよ、はい、かっこいい、スポーティーなデザインになってます、ね、スポーティーな、なんかちょっとブルースリーみたいな意識したみたいな。そうですね、このそういうことか。そうなのでファー、若い方が結構好まれるかなと思ったんですけど、うん、結構あの年齢、そう、幅広く、黄色ヘルメットじゃないじゃないですか。黄色ヘルメットじゃないですよ、もうこれあんまりにも気に入ったもんね。気づいたらかぶっとった。明日から動画これでちょっと登場しますんで。一番痛いです。この刺繍、この刺繍はね、はい、まあ、これ店結構気に入ってたらしてますよね。はい、でお前もなんかかぶっとるじゃん。僕かぶってます。気に入ってるからかぶっちゃったっす。かわいい、こういうの好きでしょ。帽子会場だった。大好きです。好きでしょ。結構売れとるんですか。社長懐かしくないですか、こういうの。いや、あんまり懐かしくないか。結構前にも、前にも俺はもうこういうの好きじゃん。ぶっ僕もこんな感じだったんで、こいつ大好きだ。そういうあの、お似合いですね。なんか空手しボタンとかそういうの大好きですね。ただあとポケット、うん、またこれいいですよね。ここ見てください。ここのファスナー、縦ファスナー。あー、なるほどね。まあ、それちょっとポケットの形がね、またちょっと違うけど。ちょっとまだ携帯入りますね。あ、これフィットする、ちょうどいいですね。なんか。あ、本当。あそこ意識してんかな。あ、いろいろと。はい。僕でも2着目に来たあのアイズフロンティアですか、はい、異次元ストレッチ。異次元ストレッチね、あれめちゃくちゃおすすめです。今日はじゃあ作業着4つ紹介して、まあ他にもいろいろあるんですけど、はい、ありますね、はい、ね、もちろんあるんですけど、はい、まあ、今日、まあ、見てミッチーがこれいいなーってやつ見てちょっと4つ紹介させていただきましたんで、そうですね、はい、また男の店、はい、ここは緑店ですね。大高店です。大高店です。大高店だから緑区。緑区です。はい、そうです。他にも何店舗あるんですかね。あと半田の方に半田店が。はい、半田店今ある。半田店あります。俺昔なかったですよね。ありました、昔から。あ、そうですね。はい、徳島店とあとジンベイ店。ジンベイ店です。これ新しくできましたよね、はい。もうこれでもうじき1年になりますね。4月。新年。うん、4月にオープンしたので。はい、また。またぜひいらしてください。そうですね。はい、せーの、また見てね。またね。ありがとうございます。ありがとうございます。さっす。チャンネル登録お願いします。